はいどうも、宇野平です。ワンダーフェスティバル2023冬に行ってきました。2023年2月の12日日曜日、幕張メッセでね、開催されていたイベントでございます。幕張メッセ、とても良い天気でした。このワンダーフェスティバルとはガレージキットの展示販売などがね行われているイベントでございます。このワンダーフェスティバルには当日半券申請というね面白い仕組みがありまして、メダロットも正式に許諾をさせていただいたものが展示販売されているというイベントでございます。毎回多くのディーラーの方にメダロットの作品を制作いただいております。本当にありがとうございます。本日は行ってきたレポートとして各ディーラー様の作品を紹介していきたいと思います。毎度のごとく撮影はね私なので映像の質がいまいちなのはご容赦いただければと思います。それでは早速ブースのご紹介をしていきたいと思います。まずは消し墨工房さんに伺いました。目についたのはねモンジローでございます。鮮やかなグリーンが最高に活かしております。こちらメダロット9のね主人公機体 GWG としては珍しいカラーリングの本機体の魅力を存分に再現していただいております。そして同じく KWG 型の中でも異色のね射撃を中心としているという性能を持つヒルシュ系ファもいました。これもねかっこいいっすよね。そして重量級の KBT ベイアニットもね存在感を放ちます。ヒルシュ系ファと並ぶとね迫力がありますね。続いてお伺いしたのは国分寺美食クラブさんでございます。メダロットナビの3機体、主人公機体のグランビートル、ソニックスタック、そしてね試練のアイキ、アシュトンでございます。国分寺美食クラブさんのキットはね着色されているキットが入っているので組むだけでねこんなにかっこよくなるということでございます。実はこちらの機体寄贈いただいたものがありまして、メダロットルームにもね展示しております。国分寺美食クラブさんありがとうございます。アシュトンは灰色の狼、その後のストーリーでね銀狼金狼、そしてメダロット S では白狼がね登場するなど、その後の派生につながる最初の機体でございます。全てはここから始まりました。続いてお伺いしたのはスカーレットラインファクトリーさんでございます。ルミナススタックがとにかくでかい、メダロットナビのクワガタバージョンで入手可能な機体でございます。対空対水幅広い戦術に対応可能で、メダロット S もね大活躍している機体でございます。メダチェンジ前とね後がしっかりあるのが嬉しいですね。そしてメダロッターの実りもねいるのも注目でございます。ガールズミッションのカブトバージョンの主人公、メダロット S はねまだお目にかかっていませんが、登場する日は来るのでしょうか。そして先日後継機であるアンツバイがね当時のデザイン担当丸方先生により発表されたアンズ・ザ・ビートルでございます。スタイリッシュな見た目からものすごい火力の攻撃を放つことができる機体でございます。続いてお伺いしたのは無敵ボイラーさんでございます。展示のみの出展なんですが、まあとにかくでかい、ルミナスタックがでかいという話を先ほどしましたが、こちらは縮尺が単純にでかい、圧倒的な大きさでした。ブレザーメイツのトップパーツはねヘビーパーツなんですけども、こうやって見るとヘビーなのもうなずけますよね。華奢な体でよく立っていると思います。ガレージキットは多くの場合このようなね無着色の状態でキットが販売されておりまして、組み上げてから自分で色を塗るというものなんですが、以前に比べて最近はねカラーのものも拝見するようになりました。ここら辺私も詳しくないのでね印象でしかないのですが、何か事情があるのでしょうか。そして続いてはすいません、ちょっとお名前のね読み方がわからないんですけど、 SA 認識商店さんと読むのでしょうか。正しい読み方を教えていただけると嬉しいです。こちらでは6分の1スケールのグランビートルが展示されておりました。ことぶき屋さんのシリーズと同じスケールですね。いやめちゃくちゃかっこいい&かわいいでございます。展示の際はね目が光っていました。この展示方法個人的には大好きです。メダロットナビのね、カブトバージョンの主人公機体、胸の部分から飛び出たパーツが特徴的でございます。安定感ある立ち姿が最高ですね。そして続いてお伺いしたのがザ・タイフーンさんでございます。飛び込んできたのはイマジン・カイザー。こちらもナビの機体。藤岡先生の漫画版メダロットナビでね、とても重要な役割を持つ機体でございます。そして同じく兵器型のビーストマスター、目が光ってます。大好きです。こちらのビーストマスター君、先日お伺いした時に完成品をねサンプルとしていただいたので、メダロットルームに飾らせていただいております。非常に可愛いです。そしてデスプロビデンス、パーツのね密度がものすごくて体重が重そうです。そしてハーズネステントベルゼルガもいました。ちなみに手前と奥で色味が少し違うんですが、奥は組み上げたままの色、手前がそれを着色したものとのことでございます。組んだままのものも味があって素敵です。
そして続いてお伺いしたのがサンファクトリーさんでございます。まずはシュシュポップ12分の1サイズなので超可動シリーズと同じスケールですね。これは並べたい。シュシュの難しいパーツデザインを丁寧に立体化してくれております。そしてもう一機体はサイズカッターカマキリをモチーフにしたメダロットナビに登場した機体でございます。ちなみにシックルカッターというメダロットの後継機なのですが、サイズは大型のカマ、シックルは小型のカマをね意味するのでね、どっちが大型のカマかなと思い出すときにとても役に立ちます。ソーナンズという縁起でもない名前の3人組のみぞれが使うメダロットでございます。そして続いてお伺いしたのはマックストイさんでございます。メタビーのねソフビを制作いただきました。皆さんガレージキットとしてね制作いただいているのでソフビはめちゃくちゃ珍しいです。しかしお伺いした時にはすでにね完売しておりましたので、お品書きだけ撮影させていただきました。後日ご丁寧にもサンプル品をねお送りいただきましたので、現在はメダロットルームに展示させていただいております。マックストイさんありがとうございます。次回作も楽しみにしております。続いてお伺いしたのは秘密研究所さんでございます。ナビに登場するウィンドクラップくん、汎用性の高い優秀な機体でございます。ポーズもめちゃくちゃいいですね。そして続いてはシルバリオン、同じくナビに登場する機体でアシュトンの後継機の銀狼くんでございます。メタチェンジ前の格闘に特化した構成が再現されています。素晴らしい。そしてシックルカッター、後継機は大型のカマ、サイズカッターでございます。ゲーム最序盤にマイナス症状の厳しさを教えてくれる大事な機体でございます。両腕のカマの角度、安定した脚部、素晴らしいです。そして続いてお伺いしたのはゲニートラガーさんでございます。メダロッターのリンタロウとカンタロスが並んでいました。リンタロウ真剣な表情がかっこいいですね。サイズ感は2人が並んだ時にちょうど良いような大きさになっています。カンタロスもリンタロとともにねやる気に満ち溢れたポーズ、いいっすね。そして昔あったソフトキーホルダーのねメダロットシリーズを彷彿させるクロスメサイアでございます。非常に可愛い。はい、ということで以上各ブースのご紹介でした。次回は2023年の7月30日日曜日、場所は同じく幕張メッセで開催されるということなのでね、また行ったらレポートをしたいなというふうに思っております。ちなみに先日のメダロットニュースで立体化メダロット計画というものをね発表させていただきました。造形に関する第一人者である安藤健二先生をお招きして、立体物映えするメダロットというコンセプトで機体を作ってしまおうと、そして立体物を作った後にゲームへの実装をしてみようという試みでございます。今回の動画でメダロットの立体物に興味を持ってくれた方はね、ぜひこの立体化メダロット計画についても注目いただければと思います。だいたい2週間に1回くらいのね、ペースで毎週火曜日のメダロットニュースの方でも続報をお伝えしていきたいと思っております。メダロットの立体物がね、増えてくるといいですね。それでは今回の動画は以上でございます。ロボトル、ファイト！